内田義久は、日本の政治家、新聞記者、愛知県岡崎市長、愛知県議会議員を歴任した。義久を音読みして、聞くと読まれることも多い。長男の内田康博を擁立した1980年の衆院選で、県挙数128人に及ぶ大規模な買収事件を引き起こした。自身のほか県議一人、岡崎市議25人、 安城市議7人、高田町議6人、旧ぬ方町議4人が逮捕された。長年にわたる土権業者との癒着も暴かれ、収賄容疑で再逮捕された。愛知県、岩津村井野口に農業を営む父、内田松太郎、母、釜野三男として生まれる。ただし長兄は養成したため、男5人、女3人の兄弟の中で次男として育てられた。 1937年、岩津町立大気寺神城小学校を卒業。1939年、岡崎市三島神城高等小学校の高等科を卒業後、新三河新聞社に記者見習いとして採用される。日刊新聞、新三河は1940年11月1日、竹内教授の岡崎長報に統合され、三河新聞と解消する。 1941年5月1日、岡崎市立商業学校に定時制の第二商業学校が併設されると、竹内社長の勧めで入学。働きつつ学ぶ勤労学との生活が続く。一県一市の国策により、1942年7月30日に廃刊となる日まで、三河新聞の記者を務めた。1944年10月、招集により、 満州に送られた。母体交渉、安ず康氏の満州第929部隊に入隊。バンバの野戦重砲隊に配属される。1945年3月、連合軍の本土上陸に備えるため、九十九里浜へ移動。8月、群馬県の中屯地で終戦を迎えた。1946年、明治大学に入学。百四十七年四月十五日、 第23回衆議院議員総選挙において、岡崎市出身の千賀康二が初当選。内田には、中央のことを勉強させておいた方がいいという竹内、教授の計らいにより、千賀の秘書となった。その傍ら、西三河青年同盟を起こし政治運動を並びに、青年運動に情熱を傾ける。西三河青年同盟のメンバーの一人と結婚。 内田がが27歳の時に創刊した、愛知新聞、内田義久と妻の三重古県議会議員時代の、内田終戦直後の1945年12月25日、黒柳明、坂木原金之助らが中心となって、東海新聞が創刊された。1947年、戦前の新聞記者たちは、さらなる地元新聞の発刊を企て、元、 新三河新聞社の工場長の自宅に集まった。たまたま居合わせた内田は壊れるままに代表者にさせられ、同年8月、市内、板山町の下田屋で、週刊新聞、三河タイムスを創刊した。1951年初頭、日刊神への移行を計画し、一般から新氏名を募集。1952年5月10日、株式会社愛知新聞社を設立。 新社屋を千賀工事の老いの千賀二郎が持っていた旧厚生町の土地に建てた。同年11月1日、愛知新聞第1号を発行した。続いて、東海放送株式会社を設立した。1958年春、原水爆禁止岡崎地区協議会の副会長に就任。1961年、中部日本都市広告協会を設立。 なお、千賀事業は1965年10月2日に病死するまで愛知新聞社の取締役会長を務めた。政治家に転身する前、内田は岡崎市長選挙に2度、選対の参謀として関わっている。1955年の市長選ではかつて秘書として仕えた千賀工事を支援した。千賀は現職の竹内教授に敗れ、 翌1956年、都電に跳ねられ死亡した。それを境に、旧八軍を地盤にした、中垣国夫が岡崎に勢力を伸ばし、中垣に連なる、県議の太田浩二が1958年9月に、翌年の市長選への出馬の構えを見せると、竹内の推薦母体である、愛知連盟が結成された。愛知連盟の事務局は、愛知新聞社本社に置かれた。 原水教の活動を通じて、内田には社会党の支持を取り付けられるだろうという目算があった。竹内は、岡崎が中垣に乗っ取られていいのですか、と内田に詰め寄られ、四選出馬を決断した。どちらの選挙でも敗北を喫したが、細かな情報を駆使した内田の選挙手腕は、注目を集めた。1961年2月頃、 東海新聞社社長の坂木原金之助が次期県議選への出馬を表明。それに伴い、内田を県議会に送らんとする空気が強まり、若い商店主らによって8日会なる団体が結成された。名前は長田康太郎の講演会15日会にちなんで付けられた。1962年10月に岡崎市は結び町を編入。これに伴い、 1963年の愛知県議会議員選挙、岡崎市選挙区は定数が3から4に増える。同年4月17日に行われた県議選に、浦野幸男派からは、内田のほか、現職の柴田彦四郎、浦野の所政で、繊維会社社長の鈴木正夫の3人が立候補。また、中垣国夫派からは、現職の近藤春二のほか、 前日の坂木原金之助が立候補。7人の候補者が争う中、初出馬ながら1万8000余りを得て、トップ当選を果たした。8日会は、正式に、内田の講演会として発足し、初代会長には、地元の祖宝家の堤と島さんが就任した。1967年、再選。1970年春頃には、翌年の市長選は、 現職の大田浩二と内田義久の一騎打ちの交参が大きいと報ずる新聞記事がすでに出始めていた。三期優待を公約に掲げていた大田は、議定の浅岡人氏が県議選出馬の準備を進めていたこともあり、当初引退の決意が固かったが、講演会幹部らに口説き落とされた。一説には内田によって配布された、おびただしい数の中小ビラに激怒し、 出馬に踏み切ったとも言われている。4月、前回の市長選で落選した元衆議院議員秘書の原島良治が出馬の意向を表明し、6月には、大田、内田、原島の出馬は公然の事実となった。10月3日、岡崎市議会議長と岡崎商工会議所会頭が、発起人として名を連ねた大田の支援者の集会が、岡崎市民会館で開かれる。 国会議員や大臣代理、近隣市長らが多数招かれた同集会において次期市長選挙候補に大田を推薦することが採択される。大田は12月10日、定例市議会の冒頭で正式に出馬を表明。12月18日、岡崎市地区総大会長連絡協議会は大田の推薦を決定。当時、岡崎市の北部地域で、 岡崎多治見館の国鉄岡田線の新設の広報をめぐって、高架か矢作川土手か、国鉄と地元住民が対立していた。建設促進委員長だった市長の大田は、国鉄の意を受けて安価など手方式の採用に傾いていた。衆議院議員の中野志郎は1969年の衆院選で、大田はじめ派の支持を秘密裏に取り付け得票数に位で勝利を収めていたが、 その後大門地区の住民から、岡田船に関する陳情を受けていた。岡崎の票を落としたくない中野は内田に、君は効果をやるかと尋ね、内田が、やりますと答えたことから、1971年1月20日、内田支持を表明した。1971年4月25日に投票が行われ、4期目を狙う大田、原島良治との保守密どもへの戦いを制し、 初当選した。5月2日、市長就任。当日有権者数、136,567人、最終投票率 87.、87.50%、同年7月1日、愛知県住宅供給公社専務理事の鈴木、八一郎を助役に選任。大田派職員を部長から引きずり下ろすため、同日、部政を廃止して課長に降格。 市役所内部の実験を確立すると、1973年4月に部政を復活させるなど、徹底した報復人事を行った。1975年4月中旬により、助役の鈴木彌一郎が病気のため欠勤。鈴木は6月30日の任期満了とともに退任する意思を固めた。公認選びで、鈴村正宏教育長を推すうちだと、大里常夫総務部長を推す。 議会各派の間で意見が対立したが、内田の後援会幹部の根回しにより7月1日、大里が助役に就任した。内田は対抗策として7月22日に臨時議会を開き、気候改革を断行。理財部を新設して、ここに財政部門を集中させ、追で規制を改正して助役から予算の査定権を奪い去った。また、 大里ははっきりものを言う性格から次第に内田に疎まれ、一期四年で条約を退任した。市役所四階の市長室は開かずの間と呼ばれ、落城の日まで内田は特定のブレーンを作らなかった。滅多に人を近づけなかったと言われている。そればかりでなく、当選間もなくから汚職に手を染めた。1971年9月16日、内田は 指名競争入札の構成を期すためと称して、岡崎市入札参加者審査委員会を設けた。委員会は条約を委員長とし、関係部課長ら16人で構成されていたが、内田は指名業者のリストの原案は委員会に諮る前に見せろと職員に指示。内田は意のままに業者を選び、委員会はたちまち土券業者から賄賂を絞り取る手段と化した。 1972年6月、辰美が、岡都地区各整理組合が整備を進める、丘陵地帯の一角に、内田御殿と呼ばれた、巨大邸宅が建てられた。内田は同組合理事長の所有する、大成長技公表の土地を借り、市内八条北町の経験説に、敷地約805平方メートル、延べ床面積約314平方メートルの、木造2階建てか、 わらぶき住宅を施行させた。材料の木材は、唐沢町の S 工業が供出した。ところが、当時の価格で7000万円前後と言われた工費は、一切支払われずに終わった。1977年から1979年にかけて行われた、改修工事はいずれも S 工業が受け負ったが、この時も、代金計600万円は支払われなかった。 経験説はその後も貢物を捧げ続け、同社の市発注工事の受注額は1971年度に2億1500万円だった。ものが1979年度には9億600万円に跳ね上がった。S 工業も1971年度にゼロだった。受注額が1979年度には1億2300万円に跳ね上がった。内田は、 議会の追及を交わすため、関係業者を集めて、帳簿に移し、建物の名義人を妻の父親に変えた。経験説の社長は後に贈賄容疑で逮捕、S 工業の社長も書類送検される。1975年4月の市長選に、自民党、民社党、岡崎地区同盟の推薦と社会党、公明党、岡崎地区老協の支持を得て、立候補。 日本共産党推薦の新人らを破り再選。岡崎は1955年を最後に地元選出の保守系の大義士を持たなかった。保守の大義士が中央の権力と地方とを結ぶ利益誘導のパイプ役であると考える内田にとって残された夢は国政に打って出ることだった。1976年12月、衆議院は 解散が行われないまま人気満了により総選挙を迎えた。前回の落選から再起を図る中野志郎は前城を匂わせ内田に接近した。系列としては依然として浦の幸を派に属していたが内田はこれを機に中野派に移る。中野は岡崎で1万3000票を増やしトップで帰り咲いた。1977年1月16日朝、 浦野幸男が心不全のため休止。同日夜、内田は、側近の市議と、浅井正蔵市議の自宅に集まり、浦野の後継者問題について、密議を行った。1月20日、浦野講演会による臨時葬儀が、豊田勤道福祉会館、岡崎市の六所神社、安城市民会館の3会場で開かれる。浦野講演会員でもあった、浅井正蔵は六所神社で、 後継者選びの時は、岡崎にも声をかけてほしいと申し入れるが、娘婿の浦野安置王立を図っていた陣営は、もが開けるまではその話はしないでほしいと守備よく交わした。3月2日、浦野派の服部貞リ・市議と、さなげ青年団で、浦野幸男と活動した間柄の太田新一議の二人は、豊田に出向き、豊田市議会の征服議長らと面会。服部と、太田は、 岡崎は全員一致で、内田に決定したと告げた。しかし時すでに遅く、同日夜、坂井鈴尾県議、西山隆豊田市長、三好町長、阿助町長、小原村長、藤岡村長、浅比町長、下山村長、豊田商工会議所会頭ら豊田市、東西鴨群の政財界用人で構成する、浦野幸男後継者問題懇談会世話人会は、 浦野安沖の自宅を訪れ、正式に後継住宅を要請した。3月14日、浦野幸男講演会の総会で、安沖推挙の決議が可決され、内田擁立の計画は頓挫する。同年、愛知新聞社と東海新聞社は合併し、東海愛知新聞社が設立された。1月19日に、設立株主総会及び取締役会が開かれ、 同社の代表取締役社長に就任した。1978年11月4日、5日の2日間、第1回岡崎祭りが盛大に開催される。この岡崎祭りに関し、前述の大田進が委員会で内田に質問すると、内田は市長室に呼び出し、共産党のいる委員会で何たる発言かと出席した。大田市議の後援会長は、 同時に、伊田学区の内田の講演会長を兼ねていた。内田は、講演会長に、大田の選挙活動は手を抜けと指示。また、大田への市の施設の使用許可が滞るよう工作した。その結果、1979年4月22日に行われた市議選で、大田進は、候補者49人中47位で落選。内田が手を回していたことを、 大田はこの時初めて悟るが、後の祭りだった。議長も務めた自民クラブの重鎮の、まさかの落選は、他の市議たちを震え上がらせた。1979年、市議選と同日執行の市長選で無投票により3、戦物言えば唇寒しの空気はますます、岡崎の姿勢を覆うようになった。自民クラブの市議は内田を、上司と呼び始めた。同年6月、 愛知県市長会長、東海市長会副会長に就任。同年8月10日、日本社会党の大田和夫が高血圧悪化を理由に次期衆院選への立候補事態を党愛知県本部に伝える。9月7日、衆議院解散。岡崎市は地元選出の国会議員を捕獲ともに失った。中野志郎は、 中野講演会を岡崎地区連合会長の元市議の柴田信一を使わし、内田の衆議院転身を断念させ、さらには内田を自身の選対委員長に引き入れた。しかし、選挙事務所の雰囲気は低調で、駆けつけた岡崎市議17人の動きも鈍かった。これを内田の細工と直感した中野は幹部に非常召集をかけ、岡崎は数に入れずに15万票取れと命じ。 もう、内田など来てもらわなくていいと言い放った。衆院選は10月7日に行われ、中野は11回目の当選を果たす。土建業界との誘着の主たる舞台となった八条、北町の岡崎建設業会館。内田は指名競争入札制度を悪用し、業者を意のままに操った。1980年1月6日、岡崎商工会議所で、 中野の新年会が開かれた。中野は来賓の内田を前に私は死ぬまで大義士を辞めませんと挨拶をした。前場を受ける望みを完全に断たれた内田は1月7日、中野と面会し、次の衆院選は岡崎から候補者を出したいと思いますと告げる。加えて4期目の市長選に出馬したい意向を伝えると中野はおかしいじゃないか。君は 長期政権はいかんと、大田君の四戦阻止に立ったんじゃなかったのかと反駁。両者は決裂した。内田はすぐに次の手を打つ。同年1月11日、全市総大会役員と議員の懇談会と銘打った会合で衆院選候補者擁立のための団体を結成すると発表。我々にご理解を、と自民党主義に説明させた。理解とは運営資金である。 2月、岡崎から大義塩の掛け声のもと、明日の岡崎を築く会が結成される。事務所は八条北町の岡崎建設業会館の2階に置かれた。同年3月25日、明日の岡崎を築く会は政治団体として正式に設立された。また同日、裏金作りのために6年ほど前に設立した団体新都市政策調査会を新たに、 政治団体として設立した。3月末、代表の浅井正造市議と岩瀬新一市議会議長は土木、建築、電気工事の各業界代表を岡崎建設業会館の2階に呼び集めた。観光時の代表は岩瀬自身であった。岩瀬は秋に候補者を決めるまでの準備資金を各業界にお願いしたい。 150万円までなら会の領収書を出すと述べた。岡崎土木協力会では、加盟28社に対し、受給実績に応じて、献金額を3ランクに割り当てた。関係者から批判があり、事務所は、天馬通り4丁目に移された。内田は、直送選挙を1982年頃と読んでいた。1980年11月の総会で役員を選出し、 200人程度の選考委員会を設置して、候補者を、擁立というのが、内田の筋書きだった。若手議員らは、当初、会の進め方に揃って冷ややかだった。前年の県議選で、内田の全面支援を受けて初当選した、中根薫は、同年3月頃、同僚の柴田直道に、内田はもう辞める。次は、中静を市長に押すと言って接触。中根薫、 柴田、中根、静尾の三県議員が酒を組み交わしたという情報は、直ちに内田の耳に入り、中根の造反はあっけなく封じ込められた。4月28日、三ユニット協業組合事件に絡み、共和戦色社長の鈴木正夫が、中小企業振興事業団から、繊維工業改善資金3700万円を騙し取った容疑で逮捕された。当時市役所では、昇進には、 係長50万円、課長100万円の内田への付け届けが必要と言われており、冷や飯組の試職員はようやく捕まったか。これで親父まで行くと小踊りした。岡崎駅制度地区が整理事業において、共和戦職は1億8420万円という巨額の工場移転保証費を受け取っていた。県警は内田の近県政治の解明に全力を挙げた。 鈴木は後に証言している。詐欺容疑なんてほとんど聞かれなかった。警察は三ユニットの倒産もまるで関心がなかった。取調室に座るなり、お前は内田にいくら渡した。五千万か、一億かと畳みかけた。彼らが話題にしたかったのは90%までが、内田のことだった5月1日、県警、捜査2課と岡崎署の捜査員は、 市役所別館にある区画整理課に出向き、共和戦色の土地交換についての書類を段ボール一箱に詰めて持ち帰った。県警は内田に肉薄していたが、思わぬ出来事により捜査は挫折する。衆議院の解散であった。1980年5月16日、第二次太平内閣に対する内閣、不信任決議案を日本社会党が提出。当時の自民党は、 前年の40日構想を経て分裂状態にあり、党内の反主流派の動向が予測できない状況にあった。それでも、内田は不信任決議の否決をおるほども疑わず、同日午後の会合で衆院の解散は82年秋ぐらいじゃないですかと発言していた。不信任決議可決後の午後7時6分、太平内閣は臨時閣議を開き解散を決定。 同年5月17日午前10時、市役所の市議会、自民クラブの控え室に議員約30人が急ぎ足に集まった。この緊急集会では、午後から代表が自民党県議3人に行おうだ新市に行くことが決まり、正午前にひとまず散会した。衆院選出馬の意思を聞かれた柴田直道と中根静雄はアリバイ作りに来たということか。 見えすいたことをと思いながらも卒なく対応した。中根薫は、長男の安弘では無理だと、気のリウスだったが、協力を約束した。午後4時から、市役所内で競技は再開。明日の岡崎を築く会自民クラブ支部会が開かれ、内田か長男の内田安弘かどちらかを立てることで、話がまとまる。内田の息のかかった岡崎市総大会、連絡協議会はこの日、 臨時会を開き、安広擁立を早々と決議した。それらの知らせを受けて、安広は同日の夜遅く、当時の雇い主だった安倍慎太郎に相談。安倍は副大派の中で波風を立てるようなことはやめてほしい。見送れないかと答えた。5月18日、安広は朝9時台の新幹線に乗り帰京。午後4時頃、内田の自宅に内田義久。 安弘、講演会幹部ら5人ほどが顔を揃えた。安弘が安倍から見送るよう悟されたことを伝えると、幹部の一人は、ここで辞めると、親父の面目は丸つぶれだ。信用問題にも関わると声を荒らげた。午後6時、講演会の総会が開かれ、安弘擁立が満場一致で決まる。会場の三河別院には、 発足が内定していた内田康博を育てる会の入会申込書の束があらかじめ運び込まれていた。康博は総会には出席せず、東京に戻り、渋谷区と三ヶ谷の安倍邸を再び訪れた。無言の安倍に対し、康博は、私が出ないと父のイメージが丸つぶれになりますと、昼間の自宅での討論を受け売りした。5月19日に衆議院は解散し、 史上初の衆参同日選挙が行われることとなった。同日、明日の岡崎を築く会は安弘に衆院選への出馬を正式に要請した。5月20日午前、内田は上京。山王グランドビル9階の安倍事務所で安弘と共に安倍と面会した。この時、安倍事務所から歩いて15分ほどのところにある清和会事務所はごった返し、とても安弘どころではなかった。 同日夕方、安弘は岡崎市役所で記者会見を開き、無所属での立候補を表明した。出馬に難色を示したのは安倍晋太郎だけではなかった。中谷義明愛知県知事は3度にわたり、内田に長男安弘の擁立を思いとどまるよう助言した。前知事の桑原美紀根も、吉久さんの息子などあぶくにも満たないと言って遺憾の意を表した。 美合学区を地盤とする中野派の柴田直道県議さえ中谷の力を借りて出馬断念を働きかけようとした。出馬の噂を聞いた清和会事務局長の小信屋はあの子はいい子だったのに親父もとうとう墓穴を掘ったと漏らした。安弘が立候補を表明した5月20日明日の岡崎を築く会代表の浅井正三氏には市議会議長応接室で会派 自民クラブの31人の市議のうち、姿を見せなかった加藤聖一と自身を除く29人に、それぞれ10万円の入った茶封筒を渡した。同日午後、金を受け取った市議の一人は人を介して、岡崎警察署の巡査部長を喫茶店に呼び出し、買収の事実を明かした。五月十四日には、自民クラブの川澄徹市議が、柴田県議に茶封筒ごと預け、 柴田も警察に通報した。旧愛知四区は全豊与太郎連を支持母体とする民社党の渡辺武蔵が盤石の構えを見せ、自民党の中野志郎、稲垣実を、浦野安置がそれぞれしのぎを削り、社会党も6から7万の基礎票を有するという全国でも指折りの激戦区であった。五月十三日、自民党の参議院は参賀連合を 岡崎市で組んだ。内田は、子飼いの中根香る県議から協力の約束を取り付けた、ものの、中根が、陶器に違反してまで、無所属の安弘を応援するという確証が持てずにいた。中根が、市長が、おんぶに抱っこに、肩車で息子を担ぎ出したと触れ歩いていることも、耳にした。内田の取るべき道は一つしかない。5月26日進行、浅井正蔵主議と共に、 中根の自宅を訪れ、内田が先に玄関を出ると、浅井は現金500万円の入った袋を応接官の床に置いた。5月28日、内田は事務所に顔を出すと、人営の内部事情にまで通じていないはずの支援者から、中谷知事から出馬を断念するよう言われとるそうですなと話しかけられる。愕然とするが、聞きたくない話はすべて頭から払いのけた。 陣営は安城や高田に協力を頼んでいた以上引っ込みがつかない候補者を出さないことには収まらないと述べ無謀とも言える選挙に突き進む。内田本人も全部動き出しております。もう止めることも戻ることもできませんの一点張りであった。内田は業界組織から金を集めるとき票には出ず、副審の市議らが仲介役を務めた。個人が 相手の時は1対1が原則で国会議員を通じて仕事を依頼した業者に対してはこういうことは第三者を通してはダメだと叱りつけた。ところが所詮内田も人の子衆院選でそのような周到さは見る影もなくなった。公示日の6月2日、かも田町広本の選挙事務所に自民クラブ幹部級の市議が現れ、 安博の日程表を手帳に移して立ち去った。不審に思った陣営の総括主催者の包みと嶋佐が日程担当者に問いただすと、担当者は市長が見せてもいいと言ったのでと答えた。人を信用で金用なら何もできない。一人でも多い方がいいと内田は包みを悟し、選挙事務所は内田派以外の人々が出入りすることを許した。自民系、市議十一人のうち、 川澄通る、神取武士、加藤誠一を除く28人が、陶器に背き、内田陣営に走った。そして情報が外へ漏れることをきっかけとして、内田講演会の先隊と、審議関係者の間で、激しい対立が生まれる。講演会の応援者が運動から手を引くと言い出した、時は、内田不死が頭を下げて、ようやく収まった。安博は、なんで 俺がこんなことをやらないといけないんだと選挙事務所で時折こぼすようになった。そんな時安博は決まって連合艦隊司令長官である父の命令だから軍艦である自分が動かないとと言って自らを奮い立たせた。そのたとえは選挙の結果と人々の末路を不吉に暗示した。買収工作は金額から方法に至るまで警察や反対陣営に筒抜けであった。 理容室、美容室、喫茶店などからなる業界団体、全国官営組合連合会中央会は中野の参加にあったが、愛知県官営協議会岡崎支部では内田派の店主たちが反発し、衆院選をめぐって足並みが乱れた。この動きに対抗すべく中野派の利用店主によって書かれた会文書が大量にばらまかれた。そこには、 岡崎市議会筋に金が流れていることは公然の秘密と書かれてあった。社会党の候補者は前回戦に続いて、元参議院議員の野野山13だったが、同党の岡村秀吉には、野野山そっちのけで安弘を応援し、党委員長の安日方和を迎えて6月14日に行われた、政談演説会にも姿を現さなかった。自然と、 岡村にも金が渡ったという噂が広まった。6月12日、大平正義首相が休止。自民党の主流派と、反主流派は弔い選挙の様相を停止挙党体制に向かった。危機感を募らせた内田は公明党病を当て込み、6月14日、参院選に、無所属、同等推薦で立候補した、高木健太郎の選挙ハガキ2000枚の宛名書きを、 市役所秘書課長に命じた。公明党西見川総支部は自主投票を決定しており、高木は生物科学総合研究機構の誘致に一役買ったという背景があった。作業は秘書課、広報校長課、企画課などから集められた職員約20人によって行われた。当時、日本では各候補者が一堂に会して政権を発表し合う 立ち会い演説会の開催が義務化されていた。最終会場となった6月18日夜の岡崎市民会館。安弘が渡辺武蔵に続き2番手で登壇した頃には、聴衆は2900人に膨れ上がり、ロビーまで溢れた。岡崎から代議士をの熱気の中、安弘は拍手と歓声で迎えられた。とはいえ、 立ち会い演説会でもテレビの政権放送でも、原稿を棒読みする安弘の演説に、学芸会じゃないぞなどのヤジは付きものであり、近県政治の腐敗を一掃したいといえば、お前の親父はどうだ、西三河に乏しい文化施設の充実を訴えれば、親父が悪いと、ヤジが飛び、演説の声はかき消された。投票日前日の6月21日、他陣営の 市議が28人もあっちへ行ってるというが、市長の顔を立てて、という人も何人かいてね。おかげで、あっちのスケジュールは手に取るようにわかるという証言が、新聞に堂々と掲載された。1980年6月22日、週3同日選挙が執行される。愛知県警は、昼過ぎから最終の打ち合わせに入り、供述を得やすい市議から身柄を取る方針を決定した。 開票日の六月二十三日、朝日新聞長官は四段見出しで、県警による内田派的発開始を報じた。午前十一時頃には、安広の落選が確定。地盤の岡崎市で総得票数の約四十一パーセントしか獲得できず惨敗した。どうや、任意出頭した自民クラブの市議十一人のうち、浅井正造が、買収容疑で、石川新平、沢豊。 柴田光一、本田光木、新海彦次ら5人が非買収容疑で逮捕された。6月24日から26日にかけて、岩瀬真一、萩原聡永長田誠一、細井和夫、山本富夫、神谷武夫、藤田義夫、山内誠、山田敏樹ら9人の死にが逮捕された。6月27日には内田も、買収容疑で逮捕された。6月30日、 市長を辞職。7月10日、選対委員長として選挙戦を取り仕切った中根薫が非買収と買収容疑で逮捕。7月13日から14日にかけて、伊藤文治、大田一、高村忠土地区松に、松岡森吉、岡村秀夫、青山明夫、内田博士、大竹和則、三浦元ら10人の市議が逮捕された。7月16日までに、 高田町議会議員が6人、元町議が3人逮捕された。7月26日、元岡崎市議の柴田信一が逮捕された。8月3日までに安城市議会議員7人が逮捕された。8月6日、岡崎市総大会連絡協議会長と各学区講演会長十数人の取り調べが始まる。総大会連絡協議会長は広畑学区の 公園会長と自民党、岡崎支部副支部長も兼ねていた。容疑によれば会長らは5月下旬、内田の議定で、施設秘書の経と先退の経理担当者の二人から、現金10万円をそれぞれ受け取ったとされた。8月12日、ぬかた町議会議員3人が逮捕された。8月20日、岡崎市八条北町の経建設の社長と、同志上和田町の D 建設の社長が、 贈賄容疑で逮捕され、内田は収賄容疑で再逮捕された。9月4日、滝町の N 組の社長と悲鳴中町の S 建設の社長が贈賄容疑で逮捕された。唐沢町の S 工業の社長にも逮捕令状が用意されていたが、病気で入院中だったため、同社長は書類送検された。9月11日、東大友町の Y 組の社長が、 津大容疑で逮捕された。検挙数は128人に及んだ。名古屋地検岡崎市部長小林康人は選挙資金の入りと出が白日のもとにさらされた全国でもけうな事件と総括した。新聞は太平洋戦争における軍部並びに政府の精神構造を解き明かした丸山ま男の論文を引き内田戦隊との共通点を記事にした。 緑と太陽の福祉文化都市をスローガンに掲げた内田市政は都市の緑化と保育園の新設、公営化を推し進めたことで知られる。また宅地造成にも尽力し、在職中に開始した土地区画整理事業は市志校と組合志校を合わせ、計15に及んだ。内田時代の岡崎市の土地区画整理事業は市校面積で全国の市町村でもトップクラスの規模であった。 主な業績は次の通りである。ありがとうございます。